こんにちは、アジデルです。皆さんは試合中になんでこの動きしたんだろうとか、どういうルートでそっち行ったんだろうとか、なんでそこ行ったら倒したんだろうみたいなことをね、まあライブ配信とか他の人の動画見ながら思ったことありませんか、ということで、今日はですね、まあ、その試合中の細かな動きっていうのを、まあ、いつもライブ配信中には話してないんですけど、考えてること、こういう動きをしようって決めてることを今回は解説に入れて試合を見ていこうかなっていうふうに思います。まあ、今回は対クラウンの試合中の動きっていうことで解説動画を撮っていこうと思います。ということで、よろしくお願いします。でもみんな今あれでしょ、今の時代は。はい、ということで今回はアイアンワークスオブミザリーにてクラウンと対峙している動画があるので、まあそちらを見ていこうと思います。大事なところとかはまた一時停止とかしながら解説をね入れていこうと思います。でこの時点でクラウンっていうのが、まあ、対戦相手で分かったので、まず小屋に行ったんですけど、小屋のチェイスで大事なことを、まずここ5台あってまだ序盤なんですよね。で序盤の時に小屋歌を使うかどうかの判断なんですけど、今回に関しては使いません。なぜならば僕はダッシュ系パークにしなやかがついているので、まあ、そのしなやかを使って小枝を温存しながらチェイスをしていくっていう感じの動きをしようとしています。でまずステインが中に入ってきて、クラウンが中に入ってきたので、もうこれはもう素直に飛んで距離を離します。このしなやかのブーストでね、まあ、これを利用して距離を離していきます。はい、まずここがポイントその1なんですけど、まずこの窓を飛んだ後にですね、加速をしていくわけなんですけど、こっち方面に行くかこっち方面に行くかでこれだいぶ変わるんですよ。例えば内側に入った場合っていうのは、クラウンからクラウンにね、このロッカーまで視認される、こっちに曲がった場合はここで一回線が切れるんですよね。要はクラウン目線どこに行ったか見えないっていう感じになってるので、クラウンがここに来るまでは僕の存在っていうのは見えないんですよ。っていうのが結構大事で、このしなやかのブーストは残り1秒ぐらい残ってるので、そのままこっちに距離を開いていきます。で、この瞬間にクラウンがこう外回りして、こっちに行くかこっちに行くかをこう決めるんですけど、僕はここにいる時点でクラウンの択っていうのはこう行くかこう行くかなんですよ。二択なんですよ。ただ僕はさっき内側に行ったらもう内側一択なんで、まあ、この時点で択を増やしてるっていうことですね。で、この後の動きが大事で、ここで、こっちに走り抜けるのを最後まで見させるんですよ、クラウンに。で、その瞬間に、切り返すんですよね。ってなると、ちょうど、クラウンが僕の方を視認する頃には僕はいないので、ただクラウン目線は、あそこの、今さっきのね、と戻すんですけど、ここですね、最後にここ見えたのが木箱なんで、この木箱のところにいるっていう考えをしているので、入ってきた時にこのオブジェクトでちょうどクラウンが今ここにいるんですけど、これちょうどね見えないところで噛み合ってるんですよね。まあ大前提の話をすると、キラーっていうのは FPS 視点、つまりこう一人称なんですよ。ただサバイバーの場合は TPS 視点、三人称なので、まあ見える視界の広さが違うので、まあ、それをうまく利用した感じですね、これは。これ離れることで、クラウンと距離がちょっと取れるっていうことですね。で、また声に戻るので、声でチェスト。はい。で、ここに瓶を投げてきたので、まあ、おそらく、まあ、窓越えをちょっと警戒している動きかなっていうふうに思います、クラウンが。ってことは、窓を越えない読みでまっすぐ来る可能性もあるので、窓に行かずに板の方に行きます。で、距離を離していきます、また。なんですけど、ここね、板がね、全くなかったんですよね。板が全くないので、こっちの弱い板につなげていきます。で、今、加速瓶投げてたんで、おそらく、まあ、クラウンも生成が確認できてない。どこに板があるか分かってない状態なんで、まあ、これはまあ、初動あるあるって感じかな。はい。で、ここなんですけど、まあ、クラウンは今、結構近くにいて、この板っていうのは、まあ、俗に言う弱板なんですよね。倒せばもうほぼ確実に一発殴られる場所。なので、あえてここは倒さないっていうのを決めてます。もう自分の中で。クラウンが突っ込んできたらどうしようとかじゃなくて、倒さないって決めてます。
ですが、突っ込んできたので、ちょっと予想外かなっていう。この固有の窓を使って、この板に行くんですけど、これ一回リロードを挟んでくるので、離れます。これ離れます。で、これ追ってこないので、まあ、タケチンって感じですかね。で、まあ、すぐ発電機行く。で、負傷状態で回復したいところなんですけど、もう発電機が8割ぐらい回ってて、クラウンも、あそこでタケチェンしたのね、もう自分のところに来ないだろうっていうので、まあ先に回して、ちょっとヒールをもらおうかなっていう感じですね、これは。で、まあ回復をもらいます。で、回復早いんで、まあボタンにとか、何かしらの回復バフ系のパークがついてるんだなっていう予想をして、まあここは回復この人持ってるな、回復パーク持ってるなっていう頭で動いていきます。で、ここはちょっとポイントで、まだ、僕のことをタケチェンしてそんなに時間が経ってないので、まあ、クラウン目線は、この人は、負傷した状態で動き回ってるっていう、予想もしてるっていうので、まあ、うろうろします。負傷状態で、あえてね。次、チェス取るために。これがね、植物学の強いところで、やっぱ回復が早いと、キラー目線結構変わるんですよね。回復してないだろうと思って追ってきたら、こう回復してたっていう。で、この黄色い毒ガスに関しては、まあ、吸うと加速入るんで。はい。で、この窓飛ばないのは、まあ、ガス置かれるからっていうのと、二分一になるからですね。意味合いが。今のもそうなんですけど、ガスを角に置かれてるので、次攻撃食らうので、あれは飛びます。これうまいね、これ。はい。で、ここなんですけど、結構ね、これあるあるで、結構ノラの人やってる人多いんですけど、まずここにガスを置かれて、この時点で足が遅くなるわけじゃないですか。足が遅くなるってことは、まあ、クラウンとの距離が、どん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 縮まっていくんですよ。で、この状態で、これも絶対殴られるんで、もうステインも背中に出てるし、窓絶対間に合わないので、攻撃食らった後に窓越える人がいるんですけど、それは負傷ブーストを殺してるのと一緒になるので、負傷ブーストが思いっきり吐けないんですよ。なんで、絶対にここは、窓越えてはいけません。窓越えない方が次につながります。はい、これで負傷ブーストをしっかり活かして、バックラウンと距離を取っていきます。はい、で、今、黄色のガス、向こうに投げたと思うんですけど、この距離感的に、クラウンの距離が今、水筒の方にいましたよね。ここに今、木箱の子にいて、で、向こうに、小屋があるんですけど、小屋板があるんですけど、微妙な距離感なんですよね。で、僕はこれ、黄色瓶投げたんですけど、これ、普通の鈍足の瓶かと思って、切り返してるんですよね。まあ、これに関しては、ちょっと、見えなかったです、普通に。で、は、鈍足瓶投げられたらワンチャン無理だなっていうのを思ったので、これ切り返してますね、これ。まあ、ここに板があるので、まあ、この板を使っていきます。はい、これは、来ない読みで倒す。突っ込んで来ない読み。で、ここは多分みんな知りたいところだと思うんですけど、じゃあなんでこれ突っ込んで来ないのっていう話なんですよね、まず。で、まずこれ突っ込んで来ないのは、この距離感になると、まあ、戻り倒し読みで突っ込むっていう技があって、まあ、キラー目線ね。ここで戻るときって、判定がちょっと板寄りになるんですよ。要は、サバイバーの体がちょっと戻されるというか。なので、それが成立するんですけど、この距離感だと、それができないんですよね。要は、思いっきり振ってきたときに板倒さないって決めてたら、ここで空振りするんですよ。なると、この距離感だと倒さずにもう一周したいところ。で、毒ガスが僕の方に巻かれてるんだったらこれ倒すんですけど、巻かれてないので、鈍足効果が入らないっていうので、これは倒しません。はい、これ倒さない。で、クラウンも、あ、これ倒さんのかって感じで、板当たりたくなさそうなんですよね。で、あともう一個あるのが、ここの板を倒した場合っていうのが、小屋までの距離が結構離れてて、相手がクラウンなんで、毒ガスを途中で置かれると、もうダウン取られちゃうっていうので、まあちょっとここで粘ろうかなっていう、があって倒してないのもあります、ここは。で、瓶をリロードしたんで、こっち側に、先
けます。でこれがリロードフェイントだったらっていう話になるんですけど、リロードフェイントでもまだ渇望は全然溜まってない状態なんでもう一周いけます。なのでどっちにしてもいけるので、もう一周いけるのでここはもうすぐ離れてます。でリロードしながらこっちに来る可能性もあるので、それも考慮してこの頂点でしっかりキラーの動きを見ます。この時に大事なのがもうカメラワークなんで、毒ガス前行って今見えましたかね。ちょっとここおさらいなんですけど、毒ガスを撒いてここからクラウンの頭が見えてるんで、この上をずっと見ます。はい、一連の動き分かったかな。倒さない倒さないってやって、はい、こっち側に体がうーってきてるので、まあ攻撃振るかなっていう。でこのカメラワークめっちゃ大事で、ここで待ちます。で基本的にこれいつ飛べばいいのって話なんですけど、ここに木があるじゃないですか。ここに木がね。でこの木の、この内側まで来たら、飛びは OK です。なんでこれカメラワークがね、めっちゃ大事ですね。この岩ぐるに関しては。倒した後はね。まあ、この木に来たら、飛ぶ。これもう一回一緒。なんでこっち前のが強いっす。木に来たら飛ぶ。これ決めてますもん。はい、これ木に来たら飛ぶよ。まだ木に来たら飛ぶ。まだ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 。これこのカメラワークめっちゃ大事で、木に来るまで飛ばない。でこれ加速してるんで、これ飛びます。木に来たら飛ぶ。ちなみにこれ、いつまでいけるかっていうと、まあ大体ですね、これ、カツボさんでもいけます。反応が遅れなければ。カツボさんでもいけるし、逆境があれば、ちょっと余裕あるかな、カツボさんでも。逆境がなければ、カツボさんギリギリぐらいなんで、まあ、ちょい早めぐらいに飛べば大丈夫だと思います。そこはね。逆境があれば、カツボさんでいける。あ、そうそう。で、これ、今、黄色瓶吸ったんですけど、これ飛ぶじゃないですか。で、この、今、空振りしたんで、ちょっと余裕があるんですよ、距離に。で、これ、黄色ガスがあるんで、これ吸っときます。これね。これ、ちゃっかり吸ってるんですよね。で、吸って、飛ぶじゃないですか。板割るの見えたんで離れます。もうこの加速瓶をね、うまく利用して。これラッキーですね。これは正直ラッキーです。どっちから来るかをちゃんと見て。で、ステインが角から出たんですけど、今差がありましたよね、ステイン。もう一回見てもらいたいんですけど、ここまで来る。で、飛ぶか飛ばないかの読み合いするんですけど、このステインがゆっくり後ろに下がるのが見えると思うんですよ。は今これはバックステインしてるんで飛びません。であれを切り返して僕の方に来る可能性があるんですよね。その時は板に行くっていう。いやこれはもう気にしないから、これはなんかノラがいましたっていう感じで、まあちょっとね、まあ、それ読みの、ステインを見てる読みの戻って切り返してくるっていうのもあるんですけど、まあ、正直ね、それは足角から見えるから、まあ、そういう状況になったらまた動画出すんですけど、今回はステインの動き、まあ、とりあえずこれだけ覚えたらいいです。まず、ステインをしっかり見ましょう。ああいう角とかね、線が切れてるところは、キラが目視できないときは、しっかりステインを見る。それができてから、さらにその上の読み合いっていうのがあるんで、そこはまたそのタイミングがあれば出そうと思います。はい。で、今、ノラの人が救助されたんですけど、これ、オブセッションが揺れてるんですよね。ってことはもう一回チェイス、つまりトンネルされてるんですよ。で、僕が持ってるパークにストライクがあるんですけど、今の DVD って、決死の一撃、このストライクを持ってると、オブセッションになる可能性がかなり高くなるんですよ。もうほぼ確定と言っていいぐらい、ほぼ確、もう体感 90% ぐらいでオブセがついてるんですけど、そうなった場合に、僕じゃなくて、このソーマについてるんですよね。オブセッションが。なので、このソーマもしかしたら、ストライクかもしれないっていうので、まあ、ストライクかなって読みをしてます。なので、ストライクっていうのは通電してしまうと、発動ができないので、これはノラの人に
ちょん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 やって、待て、そうそうそう、これは通電させないようにエモートを使います。でも担ぎ判定が入ったら通電しても関係ないので、もう担いだ瞬間に通電しても一応効果としては発動できるので、これは最短でつけてストライク発動させて通電させるっていう感じですね。これも結構大事かもしれないですね。そうそうそう、あとね、こういうの2階に行ってるのがさっき階段登ってるのが見えたんで、あそこはもう板もないし窓もあの普通に弱いんで、あそこでもうダウンするかなっていうので、まあ、発電機の管理をしてたのもあります。修理するかどうかをね。はい、皆さんお待ちかねの、通電後の救助タイミング、救助タイムですね。これがで、まずこれ僕が今わざとこれ近くうろうろしてるんですけど、これはね、キャンプさせるためにうろうろしてますね、わざと。っていうのと、あと、キャンプ普通にすると思うんで、もう、3人生きてる状態で、あ、3人動ける状態で、もうこれは、逃げられるのをもうキラーも想定してるので、でこう狙ってきましたが、僕はこれ寸止めなんで、いい感じに、竹取れたなと思ったんですけど、さすがにまだ、味方近くに来てなかったんでちょっと行けなかったと。でこれ僕が今走ってるのを見せることでこう戻らせる動きですね。これはで相馬に一撃食らってほしくないので、一撃食らうとそれだけ救助も遅くなるし事故る可能性もあるので、一旦これはうろうろしてキャンプさせます。で味方が見えたんで回復してもらいます。これ見えてないな、回復。待てよ、見えてないから。そうそうそう、これね、見させないっていうのが大事で、これ今丘から見てると思うんですけど、これ板があるんで、これキラー目線ね、これ回復してるの見えてないんですよね、おそらく。なんでこれはあの人数把握をさせない、ルート読みをさせないっていう意味で隠れてヒールしてます。でこれはシダーカがあるんで、一旦この手前の板を倒して殴られた後にしなやか使って距離離すっていうのを、予想っていうかそれをしようとして板倒してます。で食らうのは僕がいいんですね、これ。でこれ最後までこう最後までうろ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 近くやって僕の方にできるだけちょっと寄せてって思ったんですけど、クラウンもね、あのそれを見越してたんですけど、全力疾走を寸止めこのネアがしてたんで、もうそれがぶっ刺さったって感じです。でもこれは全力疾走の使い方がかなりうまい。でもこれ加速瓶吸ってできるだけ離れたいんですけど、いけるかなっていったところで、はい、でここの時点でもうこれ追い越されるんで、あ、これもう切り返そうかなって決めてます。追い越されるんでね、でこれ切り返して、で一発殴ってもらったんで、このまま貯水塔の方を回っていきます。でこれもこっちから来るかこっちから来るかをしっかり見て回復しながら、あのクラウンはゲートこっちなんでゲートに行かせたくないんで、こう来たとしてもこう来たとしても絶対こう戻るんで、ゲートの方にゲートを封鎖しようとしてるんで時間も少ないしでね。なんでもそれも一応読んでます。ただこうやって動く素振りっていうのを見せないとダメなんですよね。でクラウンが下から加速しながら来てるんですけど、まあ、ここはもう野良のカバーがめちゃくちゃ最高だったっていう感じですね。でゲートゴールという感じになります。まあ、今回のは、まあでまあ、立ち回り解説というか、まあ、チェイスの細かいところの、解説をしたんですけど、参考になった方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。本当にあの解説動画作る上で高評価っていうのは本当モチベーションにつながってまた作ろうっていう気持ちになれるので、皆さんよろしくお願いします。ということで今回の動画はこちらで終わります。では次回の動画で会いましょう。バイバイ。